朝倉未来は無冠の帝王。それで終わるのか。ライジンフェザー級スーパータイトルマッチ、アゼルバイジャンの猛獣、世界を動かせるのか。その先の旅へ、スーパーライジン2。指名したってマジっすか。はい、はいはい、そういう風に思い立った流れ。思い立ったというか、まあ牛久戦終わって1週間後ぐらいかな、三沢木原さんと社長と飯を食べた時に、平本行けるかって言われたんで、いやいや平本じゃないでしょって。ミコロアッサワーブルガーギャラバーパー、対戦相手の平本選手は、まあ、フェザー級で俺と同じ階級なんですけど、まあ、一番強いという呼び声も高くて、今回俺から指名させてもらいました。実際はクレベルとやりたかったんですよ。今やったら自信あるし、まあ、ただスーパーライジンまた俺が出ないと埋まらないんじゃないかなっていうんで、じゃあケラモンが一番強いんじゃないかっていうことで消去法ですね。興行主視点で見てるんで、いつもなんか誰と試合が組まれたら一番面白いかっていうので、この間の4月堀江君にあの勝ち方して、堀江君ともね結構長年練習してるんで、堀江君の強さ、特にあのテイクダウンディフェンスの強さ、フェザー級多分日本で一番腰強いと思ってたんで、そっからこう何回もテイクダウン取ったり、あの勝ち方するっていうのは、あ、もう強いなって俺自身も思ったし、みんな気づいてると思うんで、まあこれは今やったら面白いんじゃないか。どこまで朝倉兄弟に頼ってるんですかみたいな、ライジンはっていうようなことも言われたんだけど、頼るに決まってんじゃんっていうあいつは有言実行してきちゃってる。その説得力と驚くほどの発信力とクリエイティビティに富んでるんで、今までのスーパースターとは似て非なるものっていうか、似てもいないのかもしれないけど、まあ、本当に桜尾和志がプライドっていうところに登場したことで、もうみんなが思うこと以上のことを体現してった。そこで一気にプライドって場としての求心力を得た。だからそういう意味で言うと、今ミクロを担がずして何を担ぐんだって感じだけどね。朝倉ミクロとブガール・ケラモフ、フェザー級のタイトルマッチにします。 6.40、400g オーバーです。王座決定戦になりました。ぶっちゃけどっちでもいいんですけど、今回勝ってクレベルとやるのが、やって勝つのがね、俺の目標なんで。僕らの前ではポーカーフェイスかもしれないけど、圧倒的にそこにへの執着はあると思うんですよ。本当にこういろいろ紆余曲折あってライジン出てきて、まあ大出世した舞台じゃないですか。ある意味そこの頂点に立った瞬間っていうのは、何かこう去来するものが絶対あると思うんで、ね、それをどう朝倉未来が表現するのかは見てみたいですよ、うん、ガッツポーズするのかね、泣くのか。ビジネスパートナーとしての朝倉未来、うん、どうですか。いや、理不尽な要求がないっていうか、ちゃんと自分がこうすることでこういう経済効果が伴うんだから、ファイトファイターって自分の価値を勝手にこう課題解釈して、とにかくこれだけよこせよみたいな、それどうやってマーケットの中からその売り上げを担保するっていうか稼ぐのっていうところには発想がないっていうか、朝倉未来にはそこにすごくプロモーター的な感性ももちろんあるし、全体を俯瞰して格闘技をビジネスとして
捉える知識がある、うん、まあ勉強もしたんだろうし、メイウェザーとかはそこがないわけ。まあ俺が出るんだからこんだけ用意するの当たり前でしょって言って、それでちゃんと答えっていうかそろばんが合えばいいけど、逆にミクルにはそれが見えちゃってるんで、ごまかしも効かない分彼も無茶は言えないっていうか、格闘技に興味もないけどブレイキングダウンにはあるみたいな、新しいファン層がすごく日本国内ではすごく面積が広がってる。驚きますよ。彼にとってはライジンという装置がなければ稼げないことにもなるんで、今はお互いそこは本当に誰よりもこうがっちり握手ができてる。メイウェザー戦ってそこまで望んでなかったんですよ本当は。だけどそのメイウェザー戦をこう提示されて断る格闘家はいないじゃないですか。まあやるならやっぱ勝ちたいから、ボクシングずっとボクシングだけやって。第2ラウンド聞いてるわ、聞いてるわ、浴びてしまった。そっからね、年末いきなりじゃあ次ベラトール対抗戦やるから出てくれって、なんか組み技もずっとやってないのになんか都合いいんじゃないかって、そういう不満がすごいあって、でまあそれも踏まえてちゃんと、まあ、牛久は実績あるし前チャンピオンだし、そういう相手とやるんで、まあ、前もって試合をちゃんと決めてくださいっていうので決めてもらったんで。さあオールはナッシング、ライジンランドマーク5ファイナルマッチが始まります。ボディーだー、入った、これは入った、はい、ボディー、これもそうです、これも右返す、はい、いや朝倉の顔が変わった。試合しない間、まあいろいろ言われましたけど、男はね、やるときやり合いでしょう。そっからもういい波に乗ってるというか、モチベーションも高い状態です。はい。Я знаю, что в Японии у него большое имя и он знаменитый, как бы。前に出てきた、そこ抜きたいところ、倒していった、軽いな、強い、バウンド、徹底的にここは叩きつけていこうというクラブ、ライジンパンチだ。日本でいうとオリンピアンというかオリンピック競技の人たちが使うナショナルトレーニングセンターがあるじゃないですか。これは格闘家は使えないですよ。でもアゼルバイジャンはナショナルトレーニングセンターの中に MMA の部門が使えるスペースがあって、驚くほど素晴らしい環境を取ります。国が全面サポートしてるから、それは2019年にムサエフがライジンでベルト巻いたから。今回はアゼルバイジャンでももちろん生放送なわけですよ。ここでベルトを巻いたらナショナルヒーロー。Не, я хочу, наверное, бой за пояс, скорее всего, потому что он тоже является в нашей категории одним из самых фаворитов. Так что будет хороший бой и в конце выиграю я, иншаллах. まあ、ようやくその噛み合いそうな相手じゃないですか。めっちゃ面白い試合になると思います。攻めと攻めなんで、まあ、あとはなんかピットブルが俺となんか練習したいみたいで、体重マッキーに似てるからやりたいって言われて、マトリッキーの方の
練習パートナーとしてやってるんですけど、結構きついですね、階級なんで。Ele chuta, ele chuta muito bem, né? É uma coisa que o Jay McKee tem em comum com ele. É canhoto também. E ele é um cara muito inteligente. Ele tem um timing muito bom. O timing foi 全然違うと思うんですけど、でも外国人のパワーみたいなのは感じるんで、そこは普通にいい練習だと思Against Michael Chandler, Big John, it was a vicious knockout. Zeven, the Bellator veteran tonight, enters with 20 professional victories. Well, back here cage side with Gareth A. Davis. Good takedown defense, good takedowns, attacking, mais jiu-jitsu, very good sumo. He's complete. He's very calm. He knows what to do. The timing is perfect. I believe he's going to be the champion.あんまなんかみんな言うほど別にこだわりがないんで気にしてる人が多いから取った方がいいかなっていう。ベルト取ってプレブル勝っちゃったらまた一時期のあのなんていうのもう俺やめますみたいな感じのモード出ちゃうんじゃないかなって怖さもありますよねファンは。ああ、なんでしょうね。まあでも30でやめると言いながらもう1年経つんでなんでしょうね。わかんないです、そっから先は。Não vai ser uma luta fácil, tem que estar preparado para isso, mas eu acredito na raça do japonês. Não vai ser luta fácil para mim nem para ele, espero estar aqui, vencer meu oponente e fazer com que Mikuro vença o seu oponente também. Mikuro! Brasil! 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 Eu já falei pra ele, pra quando ele quiser ir pro Brasil, treinar com a gente. いろんな仕事を確立して、ようやく
こう格闘技に打ち込める感じになったというか、なんで、まあ、最後の自分の夢をかけるじゃないけど、まあ、今までで一番頑張ろうかなと思ってるんで。終わりに向けて走ってんだなっていう雰囲気もちょっとあって寂しいんだよね。終わりに向けて俺全部勝つつもりですよ。ケラモフもクレベルも。逆にさらにステップ上に行きたいと思ってます。まあ、でも UFC 行きたいんですよね、実際は。その2人に勝ったら、まあ夢ですね、今の。И потом подраться за титул, выиграть титул. Но у меня намерение выиграть титул. Я здесь, чтобы выиграть. ここ抜きたいところ、倒していった。彼が強い。どうしてもあの目線で言うと軸足ミクルに置いてみちゃうと思うけど、ケラモフにとっても人生かかってるからね、この試合は。国内人でベルト巻くとか、何か大きな権威を持って自国に帰ることができたという、国を挙げて称えられるだろうから。そしてそれは我々にとってもビジネスチャンスです。ビジネスチャンス、とんでもないビジネスチャンス。みんなのファンも含めて理想を描いたその日のパーフェクトワールド通りにはもうまあまあならないですよ。この辺に勝てないようだったら、まあ、諦めるしかないかなと思うんですけど、勝ってるようだったらもう行くとこまで行きますよ。僕の怪我で、欠場することになってしまい、本当に申し訳ございません。ベラトール側、アーチレッター側にも自信持って臆せる選手、内陣のベルトを死守して日本に留めてほしいし、そんな中で僕らが選んだのは、大木久保選手。大木久保博正選手にご登壇いただきます。直したくない。大木久保博正以外は正直思いつかなかったです。まあ、僕が5年前ライジンで戦う理由っていうのは堀口選手を倒すっていう、本当にそれだけでした。ただこの5年間ずっとライジンで戦ってきて、スタッフの方々に家族のように支えていただきました。家族がピンチの時は黙ってる男はいないと思います。断る理由はないです。さあここは埼玉スーパーアリーナ、大晦日、聞いた、大晦日の家族を裏切ったじゃないですけど、とにかくでも一つ言えることはもう今回はマジで気持ちを見せます。このライジンのベルト、海外に流出するわけにはいかないので。安心しろと、俺が絶対勝つから。外敵と戦うんで本当に僕を応援してほしいですね。甲斐選手と今一勝一敗なんで、僕がチャンピオンとして甲斐選手と防衛戦やるっていうのもいいかなと思います。打倒極、根性を最後見せて、絶対にこのベルト守りきってみせます。応援お願いします。They feel as I'm an invader, you know, so by making it my home, I got to win this title. And when I'm the champion of Ryzen, then that fans will be able to relate to me and be able to call me one of their own. That way, I'm not seen as an invader. Instead, I'm seen as one of their own.I would love to represent Ryzen
when I win this belt, I got to be the champion of Ryzen first, and then I would be able to represent Ryzen overseas, here in Americas and things like that, to defend the Ryzen name and defend my belt, which would be the Ryzen title. It's a little disappointing he wasn't able to make it to the fight, you know, and it's something that I feel like fans would have really enjoyed watching. But, you know, the show goes on, so to speak. In America, when they say one thing happens, the show must go on, going out and performing the best I can so I can win a title. タフの時に、ね、毎日一緒に練習してて、その彼とこのライジンの舞台でタイトルマッチ戦うっていうのは胸に来るものがあるというか。We knew as a fighter, he was very tough and very talented. 頑丈だし気持ちも強いしスタミナもあるんで、まあ、厄介な相手ではあるんですけど、同じタイプなんですよ、僕も、あのアーチレッタも。あれをやることのきつさっていうのを知ってるので、だからその意地の張り合いですよね、この試合は。本当に He's 100% correct. It's gonna see who can endure the most pain. And... and keep pushing forward. And who has the gas tank to keep stepping on the gas pedal when someone wants to break. And soMy goal is to find his breaking point and keep pushing him past it where he can't go no more. And I keep pushing past. 日米根性比べ対決、どっちが値を上げるか。5分3ラウンド、最高の試合をしよう。大久保選手に全面ベットしてですね。何があっても勝ってほしい。この階級で一番強いのは大久保選手だと思うんで。いやもうやっぱりもうその気持ちに応えて、どんなことがあっても勝ちたいですよね。